ボイニツェ城は、スロバキアのボイニツェにある、中世の城郭である。12世紀に建てられたロマネスク様式の城郭で、ゴシックやルネサンスの要素も含んでいる。ボイニツェ城はスロバキアで、最も観光客の多い城の一つで、毎年何十万人もの観光客が訪れ、ファンタジーやおとぎ話などの映画で、ロケーション場所としても人気がある。ボイニツェ城は、 1113年、ゾボア寺院の文書記録に初めて現れる。当初は木造の砦として建てられていたが、次第に石造に置き換えられ、外壁は岩場の凹凸に合わせて作られている。最初の城主はマシュー三世で、1302年にハンガリーのバーツラフ三世から譲り受けた。その後、十五世紀にマーチャー主一世が所有し、百八十九年に、 その書士であるコルビンヤーノ州に譲り渡されたが、マーチャー州は、ボイニツェを訪れるのが好きで、勅命もここで起草していた。今では、マーチャー州王の林殿の木として、有名な林殿の木の下で口実による勅命を作成していた。マーチャー州王の死後、城はザポヤイ家の所有となった。ハンガリー北部で最も冬であった、トルゾー家が年にこの城を取得し、 大規模な改築を行い、ルネッサンス期の城郭に生まれ変わった。1646年から城の所有者はパルフィー家となり、改築は続けられた。最後の著名な城主はパルフィー家のヤーノシュフェレンツ・バルフィーである。彼は1888年から1910年にかけて複合的なロマンス風の改築を行い、フランスのロワール渓谷にある城郭のような、 現在見られる外観となった。彼は単なる城の所有者だけでなく、建築家でグラフィックデザイナーでもあり、骨董品、タペストリー、デッサン、絵画、彫刻の収集家としては、東大随一であった。彼の死後、相続争いが続き、城から多くの貴重な芸術品が売り裁かれた。その後、1 9 3九年二月十五日に、城館と温泉施設、 周辺一帯は、チェコの企業家、ヤン・アントニン・バタに売却された。1945年に、チェコスロバキア政府によって、バタの財産が没収された後、城はいくつかの政府機関の所在地となった。1950年5月9日に、城内で火災が発生したが、国費で再建された。この後、ネオスタイル時代の資料、展示に特化した博物館が開館した。 ボイニチェ博物館は現在、スロバキア国立博物館の一部となっている。この城は、おとぎ話や、国際的な幽霊と精霊のフェスティバル、夏の音楽祭などのアトラクションで有名となっている。そのロマンチックな外観から、ファンタギロシリーズなどのファンタジー映画の撮影地としても、人気があり、スロバキアで随一の博物館でもあり、多くの映画のロケ地となったことから2006年には、 約20万人の観光客が訪れた。マーチャーショーの林殿の木樹齢約700年のマーチャーショーの林殿の木は、スロバキアで記録に残る最古の木の一つである。ボイニツェ城公園には、多種多様なの木が植えられ、スロバキアで最も古く、最も訪問者の多い動物園の一つである。ボイニツェ動物園も敷地内にある。公園は、ストラゾフ山脈の森林公園に続いている。 ありがとうございます。